ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画になります。アミアミさん展示になりまして、キューズ Q さんドールズフロントライン AKα っていうんですかね、7分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていってください。はい、で私ドルフロ未プレイになったため、キャラ名も分かってなかったりで、動画も、単体で取り上げるっていうことはほとんどなかったんですが、今回はちょっと早めに単体で投稿させていただきました。これまでのドルフロフィギュアの中でも特に気になっております。でそれがですね、このキャライラスト猫先生がご担当されてるんですよね。フィギュアでいうとミートスさんの AZ ですとか GAD とか、ウィングさんのフォルスランダーシリーズ、あとプリズマウィングさんからも少し前にフラワーでしたっけ、オリジナルイラストのキャラフィギュア出まくってるんですが、今回はドルフロのキャラなんですよね。でもやっぱりすごい猫先生感出てるキャラクターですよね。あとこれまでのいろんなオリジナルキャラと比べても結構幼めなビジュアルっていうのにもすごい惹かれました。で衣装ですとか武装なんかもとてもかっこいいですし、でキューズ Q さんということでクオリティも期待できますからね。これはすごい気になるというか、欲しいフィギュアでした。はい、でも結構お値段するんですよね。すだち系のフィギュアではあると思いますが、定価は31,680円とのことです。割引はありますので、予約価格27,000円前後くらいとかでしょうか。で、最近予約も開始となったんですが、アミアミさんとか見てみると、2パターンあって、特典付きのものと通常版であるんですよね。で、特典付きだと、定価にはなるんですが、見てみると、その特典がですね、A4 のクリアファイルだけみたいなんですよね。で、それなしの通常版だと 15% オフってなってるので、クリアファイルありなしで4,760円も違うっぽいんですよ。間違ってないですよね。ちょっと不安になるんですが、ぜひアミアミさんチェックしてみてください。はい。そんなわけでですね、未プレイにもかかわらず、また個人的にはもう超刺さってしまうフィギュアっていうのが予約開始になりました。で、通常版なんかは一般販売でいろんなお店さんで予約始まってますので、気になる方はですね、もうぜひチェックしてみてください。本当かっこかわいいフィギュアでした。はい、では以上になります。今回はキューズ Q さんでドールズフロントライン AKα フィギュアの展示でした。読み方間違ってたらすいませんでした。それではまた。 Thank you.